ます。お願いします。<laughs> ますよろしくお願いいたします。<laughs> なんか天心さんが恐る恐るの登場。<laughs> はい、よろしくちょっとバランスが大事なんで。はい。<laughs> 難しそうですね。なんか不思議なものをつけていらっしゃいますが。さあ、本日たくさんのプレスの方にお集まりいただきました。まずは天心さんからご挨拶いただきます。<laughs> はい。えっ、ー、と、スカルプティ公式アンバサダーの那須川天心です。本日はよろしくお願いします。よしはい、お願いします。お願いします。社長 <laughs> クラブのお二人お願いします。はい。いやー。 よろしくお願いします。ちょうど頭皮のこと気になった。一番気になる年齢ですから。だから今日はちょっといろいろと勉強したいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。今日はその頭皮と薄毛に関する新たな事実があるということで教えてください。そうですね。あの。また後でちょっと話すんですけども。今日伝えたい一番のメッセージは薄毛の人は頭の皮膚が。 ホニアララですよっていうことがまああのございまして<ー>、えー、そのことをですね、まあ、ちょっとお話しさせていただければというふうに思っております。<ー>はい、何が入ると思いますかこのホニアララのところ、天星さん。え頭皮が頭皮がななんでしょうね。頭皮が頭皮って頭の皮膚ってことですよね。はいはい、えー、と頭皮がやまあ普通に考えて弱いとか<ー>なんか。 どうなんすかねちょっとこうあんま大喜利みたいなことあんまやったことないさすが頭皮が弱い頭皮が弱いもう弱いか強いかだから強いか弱いかでしか生きてない頭皮がうまい頭皮が食べるのか食べるんですか食べないか食べないです頭皮え頭皮か硬さ柔らかさみたいなああかたいと伸びる伸びないとかああ薄いそうなんです 薄くなってるよ、まあ、脂肪が薄くなっちゃってるよっていうことを僕たちは発見したんです。頭皮が薄い患者様の,あの頭が硬くなってきて薄くなってる気がするっていうお声から、はいまあ、本当にそういうことが起きてるのかっていうのを、うんまあ、MRI っていう画像診断の機械を使って。 調べたっていうこといこなんですね,ね、はい、で年齢がまあ同じぐらいの薄毛の人15人と同じ年齢で髪の毛ふさふさだよっていう人12人を集めてきて、はい、頭の皮膚の厚さを MRI で測ったところ、まあ、薄毛の人は6ミリぐらいの厚さ。うん ふさふさの人は8ミリっということで 2>,、えー、まあ2ミリもです、ね、あの違いがあるんだということをまあ発見して、はあ、まあ論文にもして世に報告したということなんですね。ということで皆さん実はですね、はい、それに関するものを頭にかぶっていただいているということで,で、ねえー、さらにですね今回事前に頭皮の厚みを MRI 撮影をしていただいたということでその画像を見ていきます。はい、まず天心さんからです、うん、はい はいあの天心さんの頭皮の厚さはですね、はいえー、この最新の M R I 画像の6ミリっていう結果で出てたのでえ結構薄いんですかそうなんですよあの今はふさふさなんですけれども、うん、皮膚はすでにこう薄くなってきているのでまあ、今日からですねあの頭皮ケアっていうのを心がけていただくことが大切だよっていうのは言えると思います、えー、でもこれ20代なんですけど <laughs> まだまだに二十あの若いのでまだ取り返しが効くというかちょっとこれからの部屋で <laughs> 俺たちだはだめじゃないかあまあまだあの結果が出てないんであまあ、うん、はい<え>大丈夫です<え>天心くんは若いんで取り返せる取り返せるって取り返せるんですかまあでもそうですね二十年間やっぱ髪染めてるんで,であとやっぱ父親も結構ね。 まああんまりいったいよくないかもしれないですけど結構薄いんで <laughs> 父,親父親が父親がそういうのも遺伝とかあるんですかねすどう,どうなんですかね,ねまあでもやっぱねハイメケアはしないとってことですよね、はい、ちょっとスカルフディスカルイマしかないですよねこれねいい仕事の安ばさだついてよかったなあぶ <laughs>、ね、なかったね <laughs> いやいいいいですけどなんかちょっとショックですけどねはい六ミリか六ミリということで続いて日後さん見ていきましょうはい何ミリなの ひこさんは5ミリなんでそうですね頭皮の厚さで言うとちょっとやばいんですけどもいですでもご自身でもおっしゃってたのでご自身のちょっと気になってるっていうのと結果が一致しているあと年齢のことなども考えると天心くんは20代ですからそんなに落ち込まずですねやっぱり同じようにあれですか先生ということは 年齢とととももに頭皮薄くななるいううんですそよ。加齢とともに頭皮の脂肪っていうのが薄くなってくっていうことはもうすでに分かってたことなんですけども60歳のお前がそれだったらセーフだよえ先生これえっと僕61なんですけど5ミリですかこれは平均的にははい平均的にはまあ好ましくはないですねやっぱりやばいんですかうしお前やばいんだよ助けてください

まあでもあの年齢ということも考慮するとあの、うん、そんなに、あのー、すごい悪いわけではないんですけどやっぱりケアはしないといけない,よいうジモンさんは非常にお肉とか大好きで食生活とかのようもやっっぱりちょっと頭皮の薄さって出てくるんですかね。はい 出てきます。食生活も関係しますし。油が。喫煙とか。睡眠とか。睡眠ね。はい。あとトイプードル買ってるんです。トイプードルはいい効果がある。ああ。よかったね。ちゃちゃまるって言うんですよ。いや、名前までいいんで、別に。あ、音ちゃちゃまるだとしたら、うちもトイプードル買って。あ、買うぞ。まあ、じゃ、お前も言うかもしれない。よいいですね。ヤマトって言うんです。いや、逃避の話しゃないですか。 すいませんまるとヤバそうだお前は今よりようちはネオンっていうあれはいるよ犬の話はいいんだよいいんす,すいませんすいませんじゃ<や>ら5.7はジモン君の60今現在が1か 1, <位>1というのはまあこれはそうですねまあ、あのー、年齢を考慮したらそんなに悪くないよって言いたいところなんですけどやっぱり6ミリ切っちゃってるのであそう、ね、やべダメなんですね、うん、そういうことかいや,でもやばっ僕20代で6ってじゃ相当じゃないですか そうですね。あんまりちょっと言っちゃよくないかなと思ったんです。まあそういうことですね。<laughs> だからお前選ばれてんだよ。あ <laughs> <laughs>、そういうことですか。そうだよ。あ、なるほど。そういうことですね。<laughs> いやもうここまでね、先生も含めまして比較的こう薄い。 ののある皆様の事例とということででも先ほどねご質問にもあったんですが普段どういったことをこれ気をつけていったらいいのか改めて教えてくださいとそ,そうですねあ<の><れ>やっぱり日々の,そのケアとか生活で変わってきてしまうので、まあ、一番にはシャンプーやコンディショナーといったその 頭皮ケアですねそれからまあマッサージなんていうのも大事ですし、うん、えさっき話に出た食事も関係してくるしま、うん、とは運動とか喫煙とかですねうん、うん、えそういうまあストレスため込まないようにするといった生活習慣なんていうのもあの頭皮とか髪の毛に重要っていうことがもうすでに分かっております。あバランスななんんだな皆さんぜひ気をつけて くい。はい、アンバサダーですからねさそ。そうですね。そうですね。アンバサダーですからね。やってる間に二つだったら嬉しいじゃないですか。そうですよだからこれで、やっぱこうね、年々ね、こう。やっていけば、ね、太くなるっていうことですよね。うん、そ,うそうです。そうで、ん、す。だから、この頭皮は、ちょっとやばかったけど。 ケアによって毛がふさふさだっていうところでもうやっぱすごいなっていうまあでもテンシングはほら食事とかトレーニングとか結構気づったんいやそうなんですよだから結構自信はあったんですけどねでもあれ絞んなきゃいけないからちょっとそれで薄くなってるかもしれないよなったりスタメンないこう一緒にいやいやそれ今ですかいや今後で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 焼肉は後でさあここまで小山先生とともにお話を進めてまいりました